者さんのつぶやき。はい、こんにちは。小池病院歯科の小池です。さて、今週末というか来週頭というか、父の日が控えてるって感じは皆さんね、僕の個人的感想で悪いんですが、こう父の日って母の日に比べるとなんかね、メジャー感が足りないというか、なんか個人的にはするんですけど、やっぱり母の日のこうカーネーションとかそういった分かりやすい盛り上がりといったらおかしいけど、まあ、男の子があんまりお母さんにっていうのは少ないかもしれないけど、女の子がお母さんにカーネーションねとかいうような感じでね、なんかそういうこうイメージは、うちも妹がいたりしたもんで、まあそんなイメージがあったりするんですが、父の日ってね、なんかあんまりやった記憶がないんですよね。かわいそうにうちの親父ね。うん。なのであんまり、こう個人的感想になるかもしれないけど、なんか父の日、どうですかね、周り盛り上がってますかね。こう父の日があるからちょっとお父さんに何か、黄色いバラだったっけ父の日って、なんかそんなもあったような気がするけど、あとはよくあるのネクタイとかね、まあそういうのもあったりするけど、まあどっちにしてもね、父の日っていうね、お父さん方にとってはこう一大イベントがこう控えてるとね。でもし、まあ、時間帯的にこれ若い女の子が聞いてるかどうかっていうとちょっと微妙かなとは思うんだけれど、学校通ってるかなっていう気もしなくもないんだけど、まあでも娘さんのね、世代とかがこういうの聞いててね、お父さんにちょっとっていうのがあるんであれば、絶対これはね、お父さんの気分は良くなるからあげた方がいいよって言っときますね。それはお父さんからすりゃね、娘から父の日祝ってもらって嬉しくないお父さんなんていないと思いますからね。で、そういったプレゼントするのもいいと思うし、美味しいものを一緒に食べに行こうっていう形ね。結果としてお父さんがお金払ってくれるかもしれませんが、お父さん一緒にこうね、ご飯食べに行くだけで、父の日で一緒に出かけようって言われるそれだけで、気持ちの部分でやっぱ全然違うと思うんで、まあそういうのに合わせてですね、みんなが父の日を祝ってくれるんだっていうのに期待して、お父さんは口の中きれいにして待っときましょうよとね、しっかり物を食べれるようにしときましょうよとね、歯が痛いとかね、ちょっとこう口元側のこう歯周で臭いよとか、そういうのをやっぱりね、なるべくなら抑えといてっていう形の方がいいんじゃないかなと思います。祝われる時にね、お父さんおめでとうっていう感じで祝われる時に、やっぱりお口ね、臭いっていうのはやっぱ避けたいですよね。口臭の原因の一つとして、歯周病っていうのは結構影響するものです。で、これは歯の周りについてるこの歯石とかね、そういったものも影響したりするんで、取り除くことによって、まあ、匂いがね、取れていくっていう部分、またそういったものを取ることによって歯茎の炎症が収まっていくので、そういった部分からも匂いが抑えられる。で、口の中をきれいにしてもなおかつまだ口臭が何か気になるっていう場合は、これ逆に内臓系の疾患、そういったものを早期発見っていうことにつながることもありますので、お口の、ね、メンテをしてきれいにしとくっていうのは、ね、いろんな面でやっぱメリットはあるものなので、これを機に、父の日を目指すこれを機に、まあ、お口の中をきれいにしておいて、ね、そういった今後にも備えていくというふうな形でもいいんじゃないかなっていうような、そんな提案ですね。まあ、父の日っていうのでね、まあ、僕のさっきの個人的意見で、あまり母の日に比べてメジャーじゃないかもなんていう言い方をしてますが、ね、なるべくこんな形で話題に取り上げることで、もっと父の日をみんなで一緒にね、ワイワイと祝っていくような、そんな形がね、この福山だけでもいいから、ね、父の日盛り上がり、そこら辺のこうデパートスーパー、今週は父の日ですみたいな感じのね、垂れ幕がいっぱい出るぐらいな、そんな感じになってくれたら嬉しいなと思いつつ、今回お話ししたっていう感じになります。というわけで、いい父の日を過ごせることを期待して、今回はこれで失礼いたします。